地震が来ます。どうしよう、揺れてる。まだだ、来る来る来るかも、はい、まるちゃんを、まずまるちゃん、はい、まずまるちゃん、やばい、地震が来る、揺れるよ、もう死んだ、やばい、今地震があった、ただいま地震速報になりました。それでは逃げます。ちょっと待って、まるちゃんどうするの、まるちゃん遅い、ちょっと逃げる人が、こちらレポーターのサルです。そんなことやってる、暇あるよ。ちょっと待って、ね、だって僕らの任務となんで自分でそこにあるの。自分のことは自分だよ。いや、珍しくサルちゃんいつも自分逃げよう。じゃあ、ちょっと、はい、今の反省点言おう。反省点、うん、とにかく、反省点はまず、まるちゃん遅い。遅い、まるちゃんを、取りに行く前に、うん、ここにあるリュックを背負ってから、うん、まるちゃんやって、リュック背負うの大変じゃん、うん、ってことは、リュック背負って、まず先にリュック背負ってからか。じゃあ、得意の忍者ステップ。そう、忍者ステップ。今のもう死んでるからね、揺れてたら。え、今のは遅い。だって3分ぐらいかかったもん。地震来るよ。やばい、やばい。準備しよう。遅い。ただいま地震速報が流れました。まるちゃん。私はレポーターのサルです。今逃げます。はい、おいで。マル、じゃあ、私は逃げます。マルが、マルちゃん、マルが、マルちゃんが逃げ回っちゃうよ。サルちゃん、ちょっと置いてて。ほらー、マルちゃん逃げるぞ、逃げるぞ。今の約3分ぐらい。3分ぐらいか。とにかく、とにかくどういうこと？マルちゃんのことで手こずってる場合ではない。手こずってるね、それ。はい、はい、ということで皆さん、今回の動画を見て地震のリアルさが伝わったと思います。いや、てか意外にさ、地震訓練って難しいね。自分だとさ、うん、K-1 チャンピオンじゃん、だから動き切れてるからさ、うん、意外にいけんのかなって思ったけどさ、動画見返したら結構僕あれなんだけど、トロトロしてる。そうなんだよ。だからまず順序を決めとくのがいいよ。1,2,3,4 ステップとか。サラの場合、まずリュック背負って帽子かぶって、うん、携帯を手にしてレポーターをやる、そして家を出るっていうだけの人に。久保、うん、ちゃんの場合、リュックを背負って帽子をかぶって、まるちゃんを捕まえて外に出る。うん、サラちゃんに懐いてるからさ、サラちゃんって言ってこないで。でも多分本当の時になったら多分必死で捕まえるから大丈夫。うん、その時まるちゃんさ、まるちゃんが痛がってもいいからガシッてやっちゃうよ。まるちゃんって。それでいい？ケンヤの人とかはすぐ外に出たりしたらまずい。外に出たら道路じゃん。ってことはいろんなものが降ってくる可能性があるから、一軒家の人は意外に一軒家の中にいた方がいいかもしれない。そうなん。そう、そこが難しいんだよ、地震って。地震の何を知ってる？地震って何？経験者なわけ？どこが難しいんだよ、地震って。だから我々はさ、マンションだから出た方がいいかもしれないけど、うん、あと電車の中とかだったら電車の中から外は出ない方がいいし、電車ってめちゃめちゃ分厚いから、うん、めっちゃ守ってくれるらしい。で、あと上からなんか降ってくると思ってもって上向くのは絶対いけない。目にゴミとかガラスが入ってくるから。あ、そうなんだ。だから絶対目はもう前とか。まだリビングだったら結構意外に動けるけど、寝てる時は結構難しい。そう、しかも寝ぼけてるし多分。確かに。あ、パソコン忘れてた、やば。あっ、 YouTuber 魂やば。ということで皆さんも家で今自粛中の間に避難訓練やってみてください。やっぱりこうね、試合もそうだけどシミュレーションって大事だと思う。大事。でももう今日で完璧。今日で完璧。今日も見てくれてありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。みんなバイバイ。